い、こんにちは、ちおです。前に水彩絵の具とアクリル絵の具で着色できるかっていう動画をアップしてるんですよ。それで水彩絵の具はダメだったんです。で、一番初めの動画は私アクリルもちょっと入れすぎちゃって失敗して、でその後アドバイスもらって、アクリルは少しの量だったら着色できるよって言われて、そこからずっとアクリルで私着色してるんですよ。ちょっとこれアクリルなんですけど、綺麗に透明感あるような着色ができるんですね。それでじゃあ水彩はダメなんじゃんと思って、でまあアクリルはアクリルでいいんですけど、アクリルの場合そんなに100均さんで売ってないんですね。色がダイソーさんで、私は持ってるの多分これ全部だったと思う、5個、これ赤白黄色青緑、まあ色の三原色あればいろんな色作れるんですけど、まあアクリルはダイソーさんだったらこの5色、他は知らん。これがスリアさんだったかな、ブラックアクリル、これ何色あったか忘れちゃった。で、まあ、水彩だとこういう風にこれで100円なんですよね。何色よこれ、12色ダイソーさんで、すごいね、昔考えられないでしょ、12色入って108円よこれ。それでこれ多分またできないと思うんですよね着色で、これをちょっと見ていただいてる方にいただいたんですよ。セリアさんにある水彩絵の具和の色っていう絵の具、水彩絵の具、こっちも水彩絵の具、これはセリアさんの水彩絵の具で和の色、これはレジンでどうやら着色ができるらしいんですよ。レジンに着色ができるらしいんですよというお話を前に聞きまして、これは送っていただいたんですよ。こんな色なんですね。もうね、この名前の付け方が素敵。それでこれ開けたんです私、あまりにも可愛くて、今まで2階の和室に飾ってたんです。すごくない？赤じゃないんだよ、薄紅、ピンクじゃなくて紅梅、茶色じゃなくて狐、朝緑、白緑、コキハナだ？なんだ？鉄痕、江戸紫、紫じゃないんだみたいな、素敵すぎちゃって、これはディスプレイだろうって。っていうか水彩の具前に失敗してるからこれを使う勇気がなかったんです。でもこれは使えるよって、それで最近もまた他の方からメールいただいて。使えるよって言われて、ちょっと一回試してみようかなと思って、で何がこっちと違うのかと思ってこれ一応買ったんです。まず裏の材質、まあ、チューブはポリエチレンは一緒です。キャップはどうでもいいや、問題は絵の具ですよ。顔料一緒で、こっちのダイソーさんの方はアラビアンゴム、水、安定剤が入ってます。で、セリアさんの方なんですけど、顔料、水溶性、これのり量なんていうのこれ、のりだけど、で、安定剤で水だから一緒なのは顔料、
水安定剤。違うのはこっちアラビアンゴム、ダイソーさん、セリアさんの方はこの水溶性のりで、なんかなんて読むんだこれまあそこよ、違うのは多分この差だよね。ここがレジンに対応してるのとしてない。あとね、純粋にこの絵の具の色が気になったっていうのはあるんですけどね。そういうことで何やろうかなと思ったんですけど、これシリコンアルファベットので、これチャームにしてる大きいやつです。なくなってきちゃったんで、これをちょっと作ろうかと思いましたです。で、ちっちゃいアルファベットはおかげさまで皆さんにすごいシリコンいただいて頑張って作りました。白がやっぱ一番目立つかなと思って、白多め、クリア、ピンク、こっちにも白。キングも嬉しいことにシリコンほんとたくさんいただいて頑張ってます。こうちょっと分かりにくいんですけど、黒い金魚入ってます。金魚シリコン嬉しいっす。そう、これを作ってもよかったんですけど、これちょっとちっちゃすぎちゃうから、今日は向かないかなと思って、これは着々と作ってるんで、着々とっていうかレジン余った時にな。ということで今日はこっちのチャームの方を作りたいと思います。で、このダイソーさんの方は、まあ失敗するともう分かっているので、いやいや 80%90% だって前回失敗しても、でも同じ色でいきたいんだよね。わかんないじゃん。キツネとチャイルド。あ、違うわ。土色の方が色似てるな。黄土色か。土色とか言っちゃった。セリアさん代表キツネ、ダイソーさん代表は黄土色、同じ色。まずこれじゃん。赤もいきたいよね。薄紅赤、ピンクはないから紅梅は使わない、紫ないから江戸紫使わない、鉄紺と紺いきますか。黄色がないのか、緑、白六、緑か、これでいいかな。4種類いきますかね。選手が集まりました。これでいきたいと思います。もうね、だってダイソーさんの方は無理だって分かってる気がするんだよね。
ではまず薄紅赤、ではダイソーさんの水彩絵の具、ちょびっとね、セリアさんの和の色薄紅、少なすぎたかしら。あー、セリアさんのこの和の色綺麗に混ざりますね。何の違和感もなく、むしろアクリル絵の具よりも綺麗に粉っぽくない。アクリル結構粉っぽくなるんですよ。なんかもうスーッと溶けた感じ。ほうほう、すげえ。違うんじゃないかって出した時点でちょっと、こっちは本当に普通の水彩なんですよ、ダイソーさんの。はい、こんな感じです。じゃあこれ硬化できるかどうかもまた大事なんで、ちょっと流し込みたいと思うんですけど、どうしようかな。
溜まるのかな、こっち。次行きます。じゃあこのちょっと気になってるキツネ、これはダイソーさんのオード色。こちらセリアさんのキツネ。まあもうこの時点で、出した時点でね、なんか違うんですよ、この感じ。水彩絵の具って感じ。こっちなんかキャラメル、ツヤがある。色が全然違いますね。こっち本当になんかキャラメルって感じ。キツネって言われれば、まあキツネですけど、キャラメルって感じ。こっち本当黄土色って感じ。ではこれは
余ったので杉谷さんの方は成功すると思ってるので J に入れてみた。あ、なんだこれ。なんか固まってるのが落ちてきた。綺麗、すんごい綺麗に混ざる。これでうまく固まれば、まずアクリルより全然綺麗。粉っぽくないし。これでさ、ダイソーさんの水彩が成功したらどうしようみたいな。まあそれはそれでもいいんだけど。
じゃあ最後緑白六。綺麗な色。めちゃめちゃ綺麗な色。はい、じゃあこれで全部なので硬化してきてみたいと思います。今のところ分離してないんですよ、水彩ダイソーさんのも、もちろんセリアさんのも。あとは硬化できるかどうかですね。塗ってきます。はい、硬化が終わって型から抜いたんですけども、困ったことにダイソーさんの水彩絵の具も普通に硬化できました。
特に問題がないんだよね。分離してないし、してないんだよ。してるとしたら、まあこれが少し、すっごい分かりにくいんですけど、生で見るとまあちょい分離してんじゃないのみたいな。でもこれほら、表面固まってても中が硬化不良を起こしてるかもしんないんで穴開けます。あ、ちなみにセリアさんの方は綺麗です、すごく。でしょ、これがアクリル、私が使ったやつですけど、別に特に問題なく、ということでちょっと穴開けてみます。何に開けようか、初めて使うんだよね。そうな、逆回転かな。なんて楽なの、自動って。お姉さまに手を気をつけるようにといただいたんですけど、初すっげー楽。やべ、全部開いちゃった。調子に乗って後ろまで戻ってきて、で全部開いたんですけども、これ水彩の方なんですよ。あ、普通のダイソーさんのやつなんですよ。で一通り T の上から下まで穴を開けてみたんですけど、あの硬化不良起こしてないんですよ。ほら何も色つかないんですね。でここにカスがあるんですけど、固まってるんですよ。そしたらこの Y、 茶色くなってない、先で。カスも固まってるってことは穴硬化不良起こしてないんですよね。なんかどうしよう、これ検証ダイソーさんの水彩絵の具も使えるよみたいなことになっちゃった。いやいやいや、みんな別に起こしてないんだよね。少
こう大体硬化処理を起こしてて、このピンに絵の具がつくか、カスがもうこっから液が出ちゃってるんですけど、これ貫通させてるんですけど、それから全然水彩絵の具いけるんじゃんみたいな。どうしようかな今日のこの検証結果。あ、ちなみにそっか、セリアさんの方開けてないや。こっちはここ火起こしたら受けんだけどな。どうしましょうかねこれだとダイソーさんもセリアさんの絵の具も使えるよみたいなことになっちゃう。あ、これちょっとやばい。ほら、硬化不良を起こしてると中がこうやって青くつくんです。これでもさ、和の色ってセリアさんの方なんだけど、うわ、こっちもだ。鉄痕がダメかな。ちょっとこれどうしよう。検証的には、じゃあセリアさんの和の色は大丈夫で、ダイソーさんの方はやっぱりダメでしたって終わりにしたかったんだけど、ダイソーさんは全て OK で、セリアさんの方の鉄痕が硬化不良を起こしてます。どう締めくくればいいんだろう。これすげえ困った。ダイソーさんのこの赤で大丈夫なわけじゃん。大丈夫だ。鉄痕だけダメか。大丈夫。これ鉄痕がダメだったとして、鉄痕ももしかしたら塗料の入れすぎだったかもしれないんですけど、ダイソーさんの水彩絵の具も使えるよっていう結果になりました。いいのかなこれで。いや、よくない。ダイソーさんの水彩絵の具で何か作ってみりゃいいのか。これね、いや別に失敗させたいわけじゃないんだけど、ダイソーさんのね水彩絵の具をね、失敗させたいわけじゃないんだけど、成功させちゃうと、どうしよう。
なんか一番薄だいだいか。ちょっと塗料多めに入れてみようかな、わざと。あ、肌色か。これ使えてるんだったらめちゃめちゃ使いたい色だね。大量に入れてやる。いや、失敗させたいわけじゃないんだけど、お、ちょっと分離してる。ちょっと塗料わざと多めに入れました。塗料というか絵の具、ダイソーさんの水彩絵の具。うん、もう1個ぐらいやっとこうか。
足りない。足りないっていうか、なんかことがすごい自然に進んでるっていうことがどうしようみたいな。分離もしないし。モンステラはアクリルです。これは今ダイソーさんの水彩を入れました。じゃあこれで硬化してきますわ。これで成功したらダイソーさんの水彩の方も使えるっていう結果になってしまいます。いや、いいんだけど、いいのかな。まあいいや、硬化してきます。はい、硬化してきました。まずフラミンゴちゃんバッチリ硬化不良ですね。喜んでないですよ。いや、もう混ぜてる時点でこっちは硬化不良を起こしたっていうか、絵の具入れすぎましたね。じゃあゼラしてたらちゃんとできちゃってたのかな。ハイビスカスちゃん、まあまあできてんだよね。ツルツルなんだよね。ただ白と混ぜたんで白が分離しちゃってるには分離してますね。混ぜることはできない。これどうしようかな。とりあえず失敗したのは水彩のこの薄だいだい肌色っぽいやつは、でもこれ絵の具をかなり量入れたので失敗することは分かったっぽいぐらい入れたんで、でセリアさんの方は鉄痕をちょっと私が塗料を多分入れすぎちゃったのかな。ちょびっとだけですね。でも硬化不良って言っても、それ以外がな。顎土ちなみにアクリルです。綺麗ですね。これ違うんですよ。この間私が作ってた途中のやつ関係ないし、どうしよっかな。これどう締めりゃいいんだろう。まあ見ていただいた通りの結果です。分離するのは黄土色、いやー、こっちのダイソーさんの方ですよこれ。でも別に硬化不良は起こしてないです。で、あとこの肌色を塗料をめちゃめちゃ入れたら硬化不良。でセリアさんの方は鉄痕をちょっと多分私が塗料を入れすぎたせいでちょびっと硬化不良を起こしたけど、別にまあさほどもう少し減らしてれば問題はないから、結果的にはセリアさんの和の色は多分大丈夫。そして混ぜてる時点でもう分離もしないし、めっちゃ綺麗です。はい。で水彩の方は
まあうまくいってんのもあるんですよ、分離もせずに。特にただまあ安全を取るならばこっちセリアさんの方かな。ただ白とかがないので、でもどっちみち白があったとしてもこっち混ぜることはできませんので、どうしても混ざんなかったです。綺麗に水で混ぜれば綺麗に混ざる水彩の具が白だけ分離しちゃったんで、ただこっち固まってんだよねっていう結果です。わかりますか？わかっていただけますかね。こっちは間違いないと思います。入れすぎなきゃね。でダイソーさんの方は色によっては分離するんですけど、うまくいく色、薄い色なら、でも赤とかも成功してるんだよな。こっちに関しては何とも言えないです。まあ試してみるのもいいんじゃないですかね。特に効果不良は起こさないかったので、分量を少しにすればいいと思います。じゃあ以上です。よくわかんない結果でごめんなさい。いや私のせいじゃねえし。じゃあ今日はこんな感じでありがとうございます。なんか腑に落ちないっていうか、なんかやだね。いやでももうこれ以上やりようがないから、いやこっちよ。これ私もっとね、でもディスプレイで飾っときたいんだよね。この顔かっこよくない？これ、これだけで。素敵。飾っとこう。